皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。ダイソーということで、今日はダイソー折りたたみ式コンロバーベキュー用ミニ鉄板。大好きなダイソーさんブラッと買い物行ったら、こんなコンパクトサイズのコンロと鉄板が売ってたので、今日はこれ使いながら久しぶりのダイソー便利グッズで庭で一人焼肉していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。若干雨なんだよな。やるか。大丈夫これ。では今回購入したコンロと鉄板、どちらもダイソーで100円で売ってました。裏に組み立て方とか詳しいことも書いてあるので、早速組み立てていきます。柔らかい鉄みたいな感じで、こうやって折るだけでもうコンロになる感じになってます。でここの空洞に固形燃料を入れて使う感じの器具になってます。鉄板は空焼きが必要なので、一度洗剤で洗ってから空焼きします。ファイヤー、めっちゃ雨やなめっちゃ雨やなどうしようかどうしようか。避難避難避難、避難して、避難、避難、はい、避難、フィナンシェ、フィナンシェ。おー、結構固形燃料の割に火力は強いっすね。それでは、まず本日の食材一品目、ジュッキーニ。結構固形燃料で火力大丈夫かなって思ったんですけど、しっかり焼けますね。それでは本日のお飲み物はアサヒスタイルフリーで乾杯。乾杯。うまい。では焼けたズッキーニに万能シャオユをかけまして、いただきます。うまい。最高。それでは本日の2品目はこちら、やみつきになる柚子胡椒ウインナー。ウインナーもちょうど3本くらい焼けるくらいですね。はいはいはい。めっちゃ美味しそう。いただきます。うまい。でこのトングみたいなのが一応ここに刺さる感じになって、鉄板も持ち上げれるようになってます。本日のメインディッシュはこちら、国産牛肉ももステーキ用イチボ。あ、やっぱ振りすぎ。
だいたい1個で30分くらい持ちましたね。30って書いてあるもんね、それ。では万能醤油でいただきます。いただきます。ではちょっと雨がねやばそうなので一旦停止します。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はダイソーのミニコンロと鉄板を使って庭で一人焼肉してみた動画でした。最近結構ダイソーさんにキャンプグッズがね充実して売ってるんですけど、今回ひときわ目引いてこれ買ってみたんですけど、お家にいる時間増えた方とかでちょっと一人でバーベキューしたい方とか、まあ、室内でもしっかり換気扇回せば使えると思うので、お部屋の中でバーベキュー気分楽しんだりできるようなすごくいい商品だと思います。このね、小ささがなんかすごく逆にいい感じで、ほんとこうちょっとずつちまちま焼いて、ちまちまお酒飲みながら楽しめるような商品ですので、気になる人ぜひ買って、一人焼肉してみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだな、一人焼肉楽しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、焼肉ー。